両政国一覧北海道北見国北見国の範囲。緑色の範囲が末期に編入された網走軍北見国は大法律領の国軍里政を踏襲し、母親戦争終結直後に制定された日本の地方区分の国の一つである。別称は北州、古期八道のうち北海道に含まれた。北見の名は過去のこの地域の通称、北海岸と海政の日に、 カラフトが見えることから一時ずつを取って松浦武四郎が命名したもの。同北から同東にかけて位置し、領域は現在の北海道を包つ総合振興局管内、及び総谷総合振興局管内の内幌延町と豊臣町を除いた部分にあたる。設置当初は釧路国の網走軍は含まれなかった。ここでは北見国成立までについても記述する。 アスカ時代に、安倍平夫が、平米内弁島で戦った祝神は、当時、カラフトや北見国域を中心に栄えたオホーツク、文化圏に属する人たちで、平米内弁島は、祝神の本拠地であるカラフトとする説もある。代表的な遺跡である、モヨロカイズカのほか、ところ遺跡も存在する。オホツク文化は、平安時代前期頃、東北にまで進出した、薩文,文化によって、 カラフトと切り離された後、北見国域中部以南では、薩門文化の影響を強く受けた飛びに、大文化へと移行し、鎌倉時代頃まで続いた。鎌倉時代後期に差し掛かる頃、当時は仏教の布教が盛んで、北海道にも僧が渡ったと言われており、永任年間に北見国域から日蓮宗の僧、日時商人が布教のためカラフトに渡っている。その2年後には、 津軽に本拠を置くエゾザタ職、安藤氏が区外を率いて、国流交流域で元と戦った、と、元北海道開拓記念館学芸員の解保、ミネオは推測した。当時、エゾザタ職は、鎌倉幕府によるエゾ統括権の執行を現地で担い、エビス島の交易や、在任のエビス島への移送を干渉していたと、想定される。18世紀の文献、福山岐夫は、 室町時代の文明7年に北緯から河原すずりがもたらされたという言い伝えを記録している。江戸時代に入ると、正木藩によって開かれた場所と呼ばれる地行地で正木藩家臣と江戸との交易が行われた。交易の拠点や藩の出先期間を兼ねる運上や行われたブイック政策では、アイヌの有力者大人、小遣い、土産取りなどの役江戸に任命し、 掟手者の伝達や縁前の支給などが行われた。アイヌの人々は、百姓身分に属していた。制度的な詳細は、商い鉢行政及び、場所受けを異性を、巨場の状況については、北海道における二診漁師を参照。場所と後に置かれた軍の対応は、下記の通りである。このほか、カラフトにもカラフト場所、カラフト地下八場所、ウジウ場所などが開かれていた。 江戸時代から明治時代初頭にかけての交通について、陸上交通は、手塩国方面や南東の斜里軍方面へは、沿岸部を陸路で通行可能であった。共和元年八王子仙人同心によって、釧路国河上郡二次別から、真周湖の東を通り釧路、北見国境を越え、斜里トンダベック路を結ぶ斜里山道が開拓された。また、 文化5年から文化7年にかけて、白らぬか在勤の曝利、大塚骨太郎の敷地で、釧路国所寺から、下新太市や赤ん湖西岸を通り釧路、北見国境を越え、阿波尻川沿いを降り、二万別を経て新栗里に至る46里の道が、開拓された。この道は、阿波尻越と呼ばれ、ルモイなどの各場所に馬を配置する際など利用されている。このほか、文化年間に、 それまで映像の人々が利用していた道を、シャリ、ネムロ、クシロの3場所の映像に受け負わせ回収した、シャリエツも改作されている。シャリエツは、ネムロ国志別軍の地雷ワツタリから、ネキタ国境を越え、シャリ軍に入り、ワツカオイに至る8里32町、ワツカオイからシャリに至る10里30町など3区間に渡る道である。北見国内の河川には、 半生時代から廃止地検までの間19カ所の土線場数があり、渡し船なども運航されていた。海上交通は、和人地やカラフトなどとの間に北前船の航路が開かれていた。江戸時代初期の商法元年、北見国域を含む商法を国絵図が作成された。元禄13年になると幕不明が、下り正木藩はカラフト 千島や観察家を含む江戸前図と正木統合長を作成し幕府に提出。江戸時代中期の聖徳5年、正木藩は幕府に対し、十州島、東府都市、熟火諸島、観察家は自販料と報告。法歴年間から完成2年にかけ、それまで宗谷軍域で行われた三端交易が枯太場所、白主に移った。完成4年。 もがみ内が、私た橋か場市調査。江戸時代後期になると、北見国域は、西江戸地に属した。文化3年9月、ロシアが、カラフトのヒサハルコ古丹に上陸して、運ん屋を攻撃、略奪、放火する事件が発生。翌文化4年にはロシアによるカラフトの止めカと、利リ尻リ島を攻撃、略奪、レブン島近海の日本船を襲撃する事件が起き、 商船が焼き払われ、島民が拉致されるなどの被害が出た。これらロシアが攻撃、略奪、放火する一連の事件の発生など、南下政策を強力に進めるロシアの脅威に備えるため、エゾ地は、抗議五領とされ、合図藩が、西リ里リ、宗谷、カラフトの警護を命じられる。松前奉行の知性、アイヌの収門人別改め帳も作成されるようになり、文化五年には、 松田伝十郎と間宮林蔵がカラフト島佐北カラフトにて間宮海峡を発見しカラフトが島であることを確認。松田伝十郎は海峡に面した唐布再生単落下岬に大日本国国境の国境表を立て三大公益の改革を行った。同年、最上徳内も再び渡しかばしている。その翌年は間宮林蔵が単身でしかば、 マミヤ海峡大岸の国陸交下流を調査した。文化6年それまで、西江戸地の一部であった、カラフトの古障を北江戸地とし、この年、以降広崎藩がカラフトと北見国行きに出張陣屋を築き警護に当たった。この時、シャリで越冬時に多数犠牲者を出した広崎、藩士殉難事件が起こっている。文政4年には、一旦、まさ藩領に服したものの、 安政二年再び抗議御領となり、今度は秋田藩が江差軍域北の宗谷及び唐太の知ら主特殊古丹に、会津藩が門別軍域南の門別とシャに出張陣屋を築き警護を行った。また、安政三から四年頃、知床半島にある伊王山が噴火している。安政六年の六藩分領以降は、三内と網走を除き、 秋田藩と合津藩の所領となっていた。慶応元年、岡本勘助が、カラフ太最北端、顔と岬に、大日本領と記した標柱を立てる。慶応4年4月12日、函館裁判所の管轄となった。その他、北見温泉や根湯温泉などが古くから知られている。なお、カラフ太は明治初頭に創出する前も、 日露戦争後の南から不都市圏回復後も、北見国や千島国他に編入されていない。寺院は安政三年薄善光寺の住職によって、宗谷郡に太平山小寿院五国寺が解散されている。神社は、京方年間総圏の北見富士神社、天明五年総圏の北門神社、関西八年総圏の斜利神社などがある。その他、私カバするものが、 参拝放納した宗谷軍の五福島神社は、天明二年にはすでに存在し、殻拭と大泊りにも文社があった。柿以外にも、北見国では早くから和人が進出した北部四軍に江戸時代以前創建の古い神社が集まっている。網走神社は、文化九年、巨場の鎮守とするため、大見出身の富士の城を表演により、網走川の河口に作られた。 微細店を祀る少子が起源と伝わり、北見国一宮と称されている。以下の八軍で構成された。明治5年の調査では人口1511人を数えた。ありがとうございます。